はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースやっていきたいと思います。今回はコントロールロイヤルの戦い方ということで、よくコンロと略されるんですが、コントロールロイヤル、コントロールデッキでございます。まあ、コントロールとは、除去やバウンスの効果を利用して相手のカードをコントロールし、終盤に大技を決めて勝つデッキタイプでございます。まあ、この、まあ後ろにあるサンプルの勝ち方としては、レイサムさんがキーカードになるのかなと、まあ、今回のデッキはですね、はい、なのでレイサムさんに進化権を使えるような感じで盤面を置いておけるとかなりいいかなと思います。今回はこちらのデッキの方でやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。お相手さんはウィッチさんですか？先攻も後攻も取られたくねえ、どっちも嫌です。ドロシーウィッチの場合はマジできついんですが、先攻の場合はそうですね、銀霊の被験者キープでいいでしょう。で、何が来るかですが、うん、まあ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 、1ターン目動けないけど、まあ1ターン目動くとしても白黒決闘しかないんであれなんですが、そうですね、ありがとうございます。1,2,3,4 と 1,2,3,4,5 までの動きが見えてるのでいいですね。ただ、2ターン目三奪の従者弱いんですよね、ウィッチ相手だと。2コスト1ダメージ1ドローのマジックミサイル、あれがウィッチにはあるんでかなりきつい。まあ何も置かないよりはマシなんですが、俺は元より俺のもの。お相手さんがドロシーウィッチだった場合は的を出す感じにもなるんですよね。まあ、マジックミサイルは僕の顔にも打てるんですけど、マジックミサイル、まあここまではというか、この動きはまあ予想してたというか、ドロシーだとしてもまだ分からないですね。ちょうどいい感じに相手が来てたのが良かったです。これで5ターン目、銀霊の被験師じゃなくてもいい感じだったら、騎兵で、先陣の騎兵で回復もできるかなと。マシンエンジェル、マシンエンジェルアクセラレートで、まあ、これスペル扱いになるんでスペブできるんですが、まあ、ここイメラですけど、ちょっとお相手さんの敵もしかしたらローテーションとほぼ似たような感じなのかなって感じですね。ローテーションとほぼ同じだったらば、いや、それはそれでめんどくさい。ローテーションと同じでも、それはかなりめんどくさいと。テトラ、これは多分あっちですね。ソニック4で、ナイト1体は残るけど、2体、左の2体除去って感じでしょうか。ここで回復はしてこないと思うんですけどね。どのみちスペブは1位進むのであれなんですが。ソニック4ですね。イメラはやっぱり残ってない。じゃあそうですね、まあここは銀霊の被験師でいいでしょう。ナイトに進化を使って、白人の剣を取ろうと思えば取れるんですけども、そこまで相手のリーダーの体力を、ね、削る必要もないデッキですので、後半ね、ガツンといくデッキですから、コントロール。さてお相手さんの5ターン目、いい感じにいってれば4コストくらいで使えるのかな、炎の悪劇、それは勘弁してもらいたいところではありますが、どうでしょうか。5コストの強い動きっていうと、ローテーションだとなんだろうな、虹の輝き、これは2コストまでのフォロワーが、手札に戻せるので、まあナイトはそうですね、先陣の騎兵と合わせて使うなりして体力回復でもいいですかね。リペアモードスペブはしますが、フォロワーは並ばない、やることがないかといって何もしないのは弱いので、リオードさんと先陣の騎兵、銀霊の被験師は必殺持ちなんで基本的に相打ちが取れるんでいいんですけど、ウィッチさんお相手だと炎の悪劇っていう元8コストのカードが0コストとかで打たれたりするんで、かなりきついところではあるんですが、お相手さんはドロシーじゃないです。機械ウィッチなんで、本当に機械ウィッチかどうかわからなくなってきて、年老いてる方のレビィさんが出てきましたね。どの道守護に阻まれるんですが、グレンの魔術でそれ1相打ちかと思ったらそれがあったか、入ってるカードっていうか、そうですね、刃の魔術師はよくドロシーウィッチのデッキには入っているんですが、クラーク、これは真理の術式で僕のリーダーにダメージを与えに来ている感じかな。
やーえげつないですわ。お6ターン目の動きじゃないね。うん。そうですね。まあ、うん、どのみちローランはほぼ確定。ローランで守護張りつつってした方が良さそう。リオートさんがね、潜伏できてないと戻される可能性があるから嫌なんですよね。進化圏が切れた状態でリオートさん、ただの2コスト潜伏1、3なんで弱いんですよ。まあ、隠蔽天中でレビーさんを取って、強心者取れないので、これが一応今できる最善かなって感じですが、どうでしょうかね。一応守護張ってあるんで、この守護を突破しないと僕のリーダーにダメージは与えられない。ただお相手さんさっき、うん、これクラーク、うん、クラーク使ったんで真理の術式あるんですよね。神そうですね。真理の術式、お相手さん1コストで運命の導き、もうどういうデッキか分かんないな。マジックミサイル、あ、ってことはマジックミサイル3枚目もしくはエンジェルスナイプ、やばいですね。ここでフレームデストロイヤーとか出たらやばいぞ。運命の導きを1コスト、もう PP はないですが、はい、強心者2体目。あー、当たってきてくれるのか。だったらそうですね、ドラゴンナイツがちょっとあれなので、オクトリスさんを A 反射使います。で、進化がタダでできるので、攻撃力を6にして置きついってなんですかね、置いて、白人の剣舞、回復が手に入らなかったみたいな。OK、白人の剣舞は使っちゃったんで、あと2枚まで金眠ってるんで、オクトリス進化の白人の剣舞もまあまあ強いんですけどね。さて、お相手さん、雷王は入っていないタイプなのかな、これは。雷王なしにスペブしていきまーすってタイプだと、開脈、まだ10コストが出てきてないんだっけ。真実の強襲者って何コストだっけ、もともと。そんなレベルですが。これは真理の術式は、おっと決める気満々だな。まずいぞ。それはそれでまずいんだが。オクトリスさんが生き残ってくれるんだったら生き残らないな、これ。オクトリスさんが生き残らないので、まあ、相打ちは取れるんですが、回復ができないですね。オクトリスさんを進化したとき、三奪カードでね、杯が手に入ればよかったんですけど、手に入ってないんで、今回。キーカードのレイサムさんも来ないので、これはちょっと難しいですね。これでまず回復が来てくれたら、今最後、お相手さんが進化した、年老いたレビィさんのグレーの回復の3段目のことが、嘘でしょ。マジですか。回復ができないですね。真理の術式1枚とグレンの下級が1枚あるんだっけ。やばいぞこれ、勝てるかな。今までね、勝ち方シリーズあれは全部1回で成功してるんですよ。まさかのここで2戦目行くタイプかな。ホワイトさんの 9PP の動きですが、残りホワイトさんデッキ15枚だぞ。まさか死ぬかなこれ。真理の術式はないよな、確かない。スペルとして普通に、いやー、魔法剣4点ダメージですよ。ベスパー、これは僕のリーダー1点。ローランさんの力ってすげーって思ってます今。回復がしたい。先人の騎兵で、さっきのナイト使って回復しましょうか。隊長、任せてください。戦は続く。で、ちょっともったいないんですが、ここは、左2人が兵士なので守護を立てております。これで体力3まで回復しました。グレンの下級は使ったし、そうですね、どうだろう。どうだろうな、これ3点ダメージ与えるカードがあったら負ける。残り1点まで削ったのは魔法剣をあそこで使ったのって多分だよな。グランドスピア、何かしらそういうカードがあると思った。虹の輝き、またないとかはさようなら。
どうですかこれ、マシンエンジェル。驚くべき技術だ。おっと、これは勝ったんじゃないですか。ピッタリーサルってやつじゃないですか。ランスロットマイル、よろしくお願いします。ということで、はい、コントロールで、はい、コントロールロイヤルの勝ち方なんですけども、今のアンリミ環境だとちょっと難しいかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。